オーナーさんの仕様変更なし。オーナーさんの仕様変更なし。なしですか。相変わらず。相変わらず。これでしょ。これが。いや、中見てください。ナイス。あれ？何これ？本物？純正のオプションのレースのシートがあれ、これって前からありましたっけ？ないっすよ。いつ、最近ですか？先週つけました。先週落として？いや、落としたのは結構前なんですけど、クリーニング出してて。ああ、じゃあ綺麗になったんだ。何、黄色かったんですか？ちょっと黄色かったっす。これでも、貴重っすよね、今ね。でも貴重ないっすね。あ、白いじゃん、ほんと。それは何ですか？それはあの、セルシオの。これも？これもそうですね。え、それ知らない。ちゃんと日本製で、なんとかですってとこがこれでちゃんと落としてるらしくて。本当はメイドインジャパンじゃん。そうです。買ってつけました。高かったんですか？買った時1万いくらぐらいですかね。でクリーニング3000ぐらいかかったです。3、4000ぐらいかかって。サイズはみんなやっぱ違いますよね。違います。やっぱ純正ですよ。純正はやっぱこんなスタイルがやっぱいいですね。木村さんはそれなんでホイールを純正に戻したんですよ。あ、こっちの方が似合うかなと思って。乗り心地はどうですか？前20でしたっけ？前20ですね。やっぱり多少はいいっすよ、こっちの。違います。違いますね。だからこれ純正もいいっすよね、スタイルがね。あとはマフラーカッター変えたりとか、ちょこちょこ。あ、え、変えたんですか？変えたっすよ。シルクドブレーズに変えてきました。あ、はいはい、こんな感じで。18クラウン用ですかね。あ、付けられるんですね。まあ汎用なん、内実は汎用なんで、まあぴったりだったんで良かったですけど。ああ。あとは中間ストレートの下ぐらいで。あ、やったんですか。何入れたんですか。わかんないです。メーカー不明のヤフオク品です。ちょっとですね。どう、いいですか。あ、このぐらいだったらもう ちょうどいい感じですね。走ってても結構聞こえてきますし、やっぱ色で仕様ちゃんと切れ目がちゃんと入ってるんですよ。こうやって純正の位置に合うように、あのこのボタンのとこっすか。ちゃんと切れ目が入ってる。すげえ、本当だ。はい、さすが純正ですよね。そうですね。多分ここだと思われるんですけど、多分両面テープ板貼ってあって、多分これぴったり貼り付くようになってると思うんですけど。あ、確かにここね、あ、ついちゃいますもんね、これがね。そう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 。なるだと思うんですけど、まあ今取れないに取れちゃうんで。他ないもんな。まあまあまあ。なんで今後ろにこう置いてあるんですけど。これ下げてあるんですか今。下げてあります、これで。いろいろ。試行錯誤してね、やってますね。どういう風にしようかなと思って。いや、それが楽しみでしょう、はい、もうだいぶセレッションにハマってますね。そうですね。また7月に修理出すんで、これなんでどこ、やっとドアが、あの、まあ、こっちのドアまだ開けられないんで。ああ、そっかそっか。それを直す三段がついたんで、やっと。ああ、何、モーターですか。違うっす、レールがない。なんか前レールがないんですよ。窓を押さえるレールってあるじゃないですか、はいはいはい、あれがなんか外したらなかったんですよ、この車。あ、言ってたな。で、それをドアもうバラしちゃって1枚買って、はいはい、部品だけ外して今車屋さんに置いてあって、それを来月ですかね、はい、付けに預けなくちゃいけないん でその時にちょっとオートマが今ちょっと変速が怪しいんで、オートマオイルを全部一回入れ替える予定です。どっちみちやる予定はしてたんですけど、はいはい、ちょっと最近なんかオートマのショックが大きくて。ああ、でもやればちょっと気にならなかったんで直そうかなと。かなり変わると思いますよ。いや、でも綺麗に乗ってますね。しかし相当綺麗にしてるの。一応掃除はやってますね、これ古い車なんで。うん、でも状態いい方ですね、やっぱ。外装だけがちょっとダメなだけで、この車外装以外はいいんで。綺麗ですよね。そうですね。あと最後に直そうと思ったんですか、外装。結構あっちこっち色が違うんですよ。あ、本当ですか。光に当てると綺麗にするじゃないですか、はいはい、昼間やるじゃないですか、はい、そうするとあっちこっちのドアの色が違うんですよね。直したのかな。多分結構あっちこっち塗ってありますよね。バンパーとかも液だけひどいですし。じゃ
だからアイスバイで1回全部1回縫い直してたら、ね、ボールペンしちゃった方が早いかもしれない。その方が早いですよね、直してるんだったら。中間カイトライでは結構車内静かなんですね。静かですね、あんま変わんないし、開けてるんですけど、閉めると思ってほしい。かすかにですね、かすかにゴーって聞こえてからまあいいかなと、そのぐらいですね。これだったら静かだわ、ほとんど変わんないぐらい。変わんないですよね、うん、快適だな非常に。もう今どのくらい経ったんですか、乗ってから。半年ぐらいですか、去年の10月に納車したんで約半年ぐらいですね。どうですかインプレッションは。インプレッションは、あ、けど結構運転して乗りやすいですよ。あ、小回り効くし、意外に小回り効くのはすげえ楽ですよ。だから本当あれですよね、 U ターンとかできちゃうんですよ。楽です、あのこれ2車線道だったら余裕で一発で回れますし、これすげえ小回り効きますね。あとはあれですかね、あの前飛ばなくなったんですかね。中間入れてちょうどこの辺の速度域が一番音好きで、あ、ちょっとしますね、音ですかね、うん、ずっとこの辺の速度域で走ってるんですよ。あ、ちょっと V8 を聞く感じですよね。そう、ちょっと V8 をちょっと低いのが聞けるかなっていうところがやっぱりいいですよね。ただ今ちょっと興味があるのはですね、足回り、やっぱりエアサスじゃなくてバネにしたいな。やっぱりマジか、なんでそれは。いや、やっぱりこのなんかこのひょこひょこ感がちょっと慣れなくて、ふわふわする、ふわふわするのが慣れなくて、ちょっとかっちりしたいなっていうのはありますよね、はい。コーナリングの時とかもやっぱそれ感じます。感じますね。エア、やっぱエアサスなんでエア抜いちゃってるんで。あ、そうですね、やっぱ跳ねますよね少し。そうなるとバネっていう選択肢も、ね、そう、確かにそうですね。バネに変え、まあ、構造変更は今そんな難しくないらしいんで、あ、変えるのは変えにしちゃってもいいんですけど、はい、そうするとバネもいっぱいありますかね。いっぱいで、ね、全部ちゃんと違うんで、バネの方のが悩むんじゃねえかなっていう。よくあるっすよね。そう、考えないと、考えてからやんないと、なんかあのドツボにはまるという、そう無駄金になっちゃうんで。そうなんですよね、一発で決まればいいですけど、なかなか難しいですよね。 そこはね好みなんで、はい、ね、人それぞれじゃないですか。ふわふわしてんがいい人もいるし、はい、ある程度ねしっかりした方がいい人もいるし。欲しいのはありますけどね。あの、アキさんがつけてビルシュタインあるじゃないですか。はいはい、あれ欲しかったんですよ。あれは本当いいっすよ。あれ新品高いじゃないですか。高いです、高いです。だからもう中古で買ってオーバーホールして、あ、はいはいはい、あのつけようかなとかって考えてたんですよ。なかなかついてないですよね。そうなんですよね。だから動画見た時にワイパーズで1万以下で買いましたって言った時、俺嘘だなと思いました。俺欲しかったなとか思いましたもんね。まあ、とりあえず安かったんで、まあ戻りあるからいいやみたいな。はい。そうそうそう。だってもともとだって25万とか全然しますよ、あれ。なんだっけ、BTS キットとかって言うんだよ、確か。あれが何とも言えないんですよね。全体的にワンランク上なんですよ。コーナリングも早いし、後続コーナーも早いし。はい。いやー、あれいいなーと思って見てましたよ。あれは多分文句出ないと思うんだよね。トムスも欲しかったんですよ。はいはいはい。高田さんのやつ持ってて、やっぱりあのトムス良かったんですよね。アドボックスですね。アドボックス、あれオーバーホールするのに部品がないじゃないですか。はいはい。廃盤になっちゃってて。はい。だからちょっと考えちゃうんですよね。海中さんに出したとしても部品がないって言われちゃうとそれで終わっちゃうんで。そうそう、今もうないんですよね。ないんですよね、あれ。いいんですよね。そう、アドボックスもあのフリクションがないっていうタイプなんで、はいはい、よく動いてくれると思うんですよ。動いてくれるんですよ、あれ。そうそうそう、乗り心地いいんですよ、あれ。そう、部品とかオーバーホールとかもいろいろ考えていくと、はい、逆に三つでパワーとかを買って、はいはいはい、バネをみんな硬くするじゃないですか、はいはい、逆にバネレート下げちゃって、はいはいはい、本当にあの14キロの10キロとか、はいはい、吊るしで乗ってもいいのかな。あれしっかりショック動いてくれるんで。そうですね、あれはね、なかなか大したもんだなと思いますよ。自分だって28キロのバネだけど、はい、普通に乗れるもんな。あれショックが確かあれなんですよね、ちゃんと設計されて作られてるとかにお願いして作ってるから。そうそうそう、だから、ね、あの値段はしゃあないんですよね。しゃあないですよ。あれはだってちゃんと動くんですよ。すごいですよね、あの硬さで乗り心地がまあいいんだから。そう、自分はなんでビリしたいんだっていうか、もう黒の時にも乗ってたことあったんで、はいはい、なんで知ってたんで、はい、しかも安かったんで。いや、
いいっすよね。価値を知らねえんだなって一番こちら、ね、ラッキーみたいな。ビルシュタインツァーってスバルの車がだって純正装備のオプションでつけるぐらいですからね。そう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 。またダイハツのコペンとかも GR になったらビルシュタインになったりとかってもう純正メーカーに脅してるぐらいですから、絶対性能はいいはずなんですよ。そうやって脅せるんですから。丈夫っすよね。ね、耐久性もありますよね。サンゴ GT なんかもそうですね。ああ、そうですね。あのビルシュタインですね。快適じゃないですか。快適ですね。さあ、ちなみにこれで燃費がすごくいいというおまけがついてます。今いくらぐらい、どのぐらい？今日下道でここまで来たんですよ。うん。で、今10です。10、うわ、素晴らしいじゃないですか。10です、今平均燃費。ああ10キロっす。オーナーさんの燃費は悪いんじゃない？オーナーさんの燃費悪いんですけどね。